はい、明日の朝ですね、皆さん。明日の朝、日曜礼拝の、ね、ライブがあります。ね、明日日曜礼拝のライブがありますので、ぜひ、皆さん、明日、10時半から、日曜礼拝ライブがありますので、見てください。あ、25日。じゃあ、明日からですね。ミュンヘンギャザリングは明日からだということで、明日ということは日曜日、月曜日からということで、日本で言えば月曜日ということでしょうかね。はい、じゃあ一応調べておきますので、はい、はい、そうですね、ミュンヘンギャザリングが、まあ、明日明後日どっちか分かりませんが、明日明後日から、まあ、始まるということですね。はい、それからですね、何か報告ないですかね。はい、はい、エイジさん、こんばんは。こんばんは。なんか元気がない。はい、それではですね、はい、今日のタイトルいきましょうね。今日のタイトルはですね、女性の方々ごめんなさい、女性の方々ごめんなさいという、そういうタイトルなんですね。で、これはどういうことかと言いますと、最近いろいろニュースを見てますとですね、アフリカの話とか、中近東の話とか、まあ、世界のいろんなニュースを見てますとですね、やっぱりこの女性の被害者が多いんですよ。女性の被害者、ね、インドなんかひどいですね。インドもひどいし、それから中近東もひどいし、で、アフリカもひどいし、まあ、その世界中ひどいと思うんですね。その、まあ、その聖書によるとですね、やっぱり女性はその弱い器だと書いてありますね。ここに貼ってありますね。世界の女性の 3人に1人が暴力被害と書いてありますね。男として恥ずかしい。で、女性は弱い器だと書いてあります。女性は弱い器。その、まあ、キリスト教が世界に、ね、述べ伝えられて、で、ヨーロッパもですね、昔は野蛮だったんですね。皆さんバイキングしてますか？バイキング。なんかこう、海賊みたいなね、海賊がいたんです、バイキングというね。やっぱりそういう野蛮だったんですね。で、日本もですね、江戸時代野蛮だったんですね。江戸時代野蛮でした。まあ、世界中が野蛮な世界だったんです。その中で、キリスト教が広がってですね、だんだんそういう近代に近い、現代に近いような国になってきました。しかしまだ共産主義とかイスラム教は野蛮ですね。イスラム教の国々は、まだ野蛮です。共産主義も野蛮です。イスラム教のね、その、サウジアラビアかな。サウジアラビアではなんか女性の車の運転が禁止されてるそうですね。そして、その、女性は、その、教育しちゃいけない。皆さん覚えてますか？ナイジェリアのね、ナイジェリアの、何でしたっけ？ナイジェリアの、テロリスト。ナイジェリアのテロリスト。
すぐ忘れちゃうね。なんとかなんとか皆さん教えてください。ナイジェリアのテロリスト、まあそのテロリストはですね、あ、ボコハラム、ああ、ありがとうございます。ボコハラムはですね、そのキリスト教の学校の生徒を誘拐して、ね、生徒連にしたわけですね。キリスト教の教育をさせたくない、キリスト教の教育をさせたくない、ね、その女性は教育が必要ないというとんでもないですね。まだそういう時代錯誤もいいところのね、その考え方なんですよ皆さんね。イスラム教はそういう、まあ、男尊女卑的な感じですよね。で、共産主義もしっかり、日本もですね、一応日本も一応その敗戦して、まあ、昭和憲法をもらいましたけど、だけどもまだまだ日本もそういう形は民主主義であったとしても、ね、心の中はまだ野蛮ではないでしょうかね。日本の心の中はまだまだ野蛮ではないでしょうか。ね、皆さん AV 見るっていうのはですね、AV 見るっていうのはやっぱり野蛮の証拠だと思うんですね。やっぱり女性を女性として思っていない、ね、性の、対象にしている、もうそれだけで野蛮だと思うんです。ちょっとごめんなさい、ちょっと 鼻を噛んできます。まあそういうわけで、その今日のタイトルはですね、女性な方々ごめんなさいというタイトルなんですけど、まあ、とにかく男性の方がまあ強いわけですね。まあ、強い女性もいますけども、平均的には男性の方が強いわけですね。聖書にこう書いてあるんですね。創世記の3章の16にこう書いてあります。あなたは夫を恋したうが、彼はあなたを支配することになる。あなたは夫を恋したうが、彼はあなたを支配することになる。そのアダムとエヴァのその罪の呪いで、ね、男性が女性を支配する、男性が女性を支配するという、そういう呪いが創世記に書いてあるわけですね。そういうことの中で、ね、男性が、まあ、ある意味ではですね、この女性、男性が女性を虐待しているという構図があります。それは、その呪いと言ってもいいかもしれませんね。その呪いの結果そういうことがあるんだということです。まあそういう、その一つの、まあ、意味としてはですね、男性がイエス・キリストを表し、女性が教会を表すという、それが本来の男女関係なんですね。本来の男女関係は男性がキリストを表し、女性が教会を表します。それが本来の、まあ、信仰結婚なんですね。それが信仰結婚。ところが罪によって、皆さん罪によってね、悪魔が、男性が悪魔を表し、女性が悪魔に、このひどい目に遭うという、そういう、構図、それを、まあ、何て言ったらいいんですかね、何と言ったらちょっと、まあ、名前つけなきゃいけないんですけど、まあ、とにかく男性が悪魔
お表し、女性が悪魔に、まあ、虐げられる人類を表すみたいな、まさに、それが罪の世界ですね。罪の世界は悪魔が人間を牛耳って、悪魔が人間をいじめてる社会、それがこの社会なんだよ。それの一つの、まあそのシンボルが男性が女性を虐待する、男性が女性を虐待する、それがですね、罪の世界を表しているわけです。今 DV もですね、 DV も今流行ってますよね。DV が流行ってます。もう私がね、その若い時というか、昔は酔っ払って、DV っていうのがよくありましたけど、今この21世紀、ね、21世紀もそういう DV があるってなんか不思議ですよね。結局その男性の DV っていうのはこの罪の世界を表してるんだ。罪の世界を表している、つまり男性が女性を虐待する、男性が女性を虐待する、それがこの社会を表している、表している。インドとか中近東ではもうレイプが多いですね。レイプがね、でレイプはやはり、レイプはですね、やっぱ悪魔が人類を、ね、虐待しているということを表していると思います。レイプこそまさに人間の社会の、罪の構図、つまりレイプは単なる性犯罪じゃなくてですね、単なる性犯罪じゃなくて、その霊的な罪の構図を表している。だから以前ちょっと言いましたけど、男性がそのレイプ願望を持っていますね。それは肉の罪の結果、多くの男性はレイプ願望を持っています。それを口では言わないけど心の中では持っています。でそれが罪なんだよ、それが罪なんだよ、それが罪なんだよ。私はですね、もちろん男性だけじゃないですよ、皆さん。男性だけじゃなくて、女性にももちろん罪があります。ですから罪という意味では男性も女性も罪人なんです。しかしその、男女の関係の中で主に男性が女性に対して罪を犯す。DV しかり、レイプしかり、ね、男性が女性を、苦しめるという、そういう構造になってるんだよということですね。そういうことで、今日は男性を代表していいかどうかわかりませんが、男性を代表していいかどうかちょっとわかりませんし、今女性の方がどのくらい来てるかちょっとわかりませんが、女性の方々、本当に、ごめんなさい。本当に、人間の罪の結果、弱い女性たちを、いじめる、虐待してきた、DV してきた、本当に、女性の方々、申し訳ありません。男性を代表してですね、謝罪します、ね。男性を代表して謝罪します。イエス・キリストのゆえに、許してほしいと思います。これからもですね、そういうことは続くと思いますが、そのリバイバルが起きてですね、リバイバルが起きて、その女性を、大事にして、女性を愛するような男性が、どん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 生まれてきてほしいと思います。
ぜひリバイバルに期待してほしいと思いますね。リバイバルが起きれば、女性をですね大事にする男性が生まれてきます。そして私たちクリスチャンはですね、その女性の味方にならなければいけないと思いますね。女性の味方になるべきです。結局ヤンプの問題もですね、まあその男性が女性をそのいじめてる姿だと思いますね。男性が女性をいじめてる姿、つまり政治問題ではなく、それは女性問題だということですね。女性問題、ですから、それは男性が女性に謝るべきことだということですね。男性が女性を謝るべきことだと、そういうふうに考えます。はい、今日はですね、そういうわけでその男女の、ね、男女の関係を話してます。もう一つ大事なよく使う、御言葉を読みたいと思いますね。これをよく使う言葉です。第一ペトロの第一ペテロの3の7、同じように夫たちよ、妻が女性であって自分よりも弱い器だということをわきまえて、妻と共に生活し命の恵みを共に受け継ぐものとして尊敬しなさい。それはあなた方の祈りが妨げられないためです。つまり男性は女性をですね、弱い器だということをわきまえなきゃいけない。女性が、自分よりも弱い器だということをわきまえて、同じ命の恵みを共に受け継ぐものとして尊敬しなきゃいけない、ね。男性は、女性が弱いということを、ね、つけ込んではいけないということですね。むしろ弱い器だということをわきまえて大事にしなきゃいけない、尊敬しなきゃいけないということですね。ぜひ皆さん、そういう、その、女性を大事にする言い方をしましょうね。はい、これからますます、罪がマシックはあるかもしれませんね。その中で皆さんがクリスチャンとして正しい態度、正しい言動をしてほしいと思います。はい、はい、今日はそういう話でした。まあ、本当にですね、世界のニュースで少女たちがひどい目に遭ってる、ね、若い女性がひどい目に遭ってる、まあ本当に、ひどい社会だと思います。ひどい社会、しかしそれはやはり男性の心が、悪魔だというところに問題があると思いますね。罪人というのは、ね、もう男性の心が悪魔になってる、男性の心が悪魔になってる、そのことがですね、イエス様がおっしゃいました。情欲を持って女性を見る者はすでに寛容している。つまり、情欲、性欲で女性を見るということ自体がもうそれが罪なんだよ、それが悪魔なんだよということですね。ぜひ、まあ、ニコ生は、まあ、男性が圧倒的に多いので、まあ、ある意味では男性にこのことを聞いてほしい、男性にこのことを聞いてほしいと思っています。昨日ちょっと歯が痛くてですね、こうやって祈ってたんですよね。そして祈ったらですね、あの、まあ、神様だと思うんですが、
あの、親知らずが、ね、悪いんじゃないかという思いが与えられて、もちろんもっと歯医者ですから、普通の人よりも知識がありますけど、あ、親知らずかもしれないと思ってですね、まあ私、親知らず生えてないんです。生えてないけど、親知らずがあって、そして、あの、デンタルミラーっていう鏡で見ると、確かに親知らずあたりがちょっと赤くなっているので、虫歯ではなくて親知らずだったんですね。抜かなきゃいけないかどうかちょっと分かりませんけど、またちょっとこう祈りで直していきたいと思います。まあ下の親知らずはちょっと抜くの痛いですからね、あまり抜かないで済めば一番いいんですけど、今頃親知らずっていうのもね、大体親知らずって若い人はね結構痛くなるんですけど、もう64で親知らずが痛くなると結構若いのかもしれません、ね、はい、そういう話です。はい、それではですね、角笛いきましょう。角笛、何角笛、女性を大事にしよう角笛、女性を大事にしよう角笛、女性を大事にしよう角笛。アメン、アメン。女性を大事にしましょう、ね、女性に礼儀正しくして、皆さん紳士になりましょう、紳士になりましょう、女性に対して紳士になりましょう。横暴ではいけませんね、粗暴ではいけません、女性に対してはジェントルマンになりましょう。ジェントルマンですね。はい、それではですね、明石タイム行きましょうか。ちょっと早いかな。明石タイム、イエス様を信じて、ね、イエス様を信じて、女性を性欲で見ることは良くないことが分かった証、イエス様を信じて、女性に優しくなった証、イエス様を信じてジェントルマンになった証、スタート、スタート。信仰結婚でして互いに尊敬し合いたい。AV 見るのは良くないことだと思った。すごく良くないんです。すごく良くない。AV 見ることはまさに、女性蔑視、女性蔑視ですね。女性を性的に見るのは本当に罪深いことだと思った。この放送で AV はサタンが作ったものなんだと理解した。
新婚持ってから女性に BBA とコメントを打つのをやめた。決して打ってはいけません。決してそれはものすごく侮辱です。決してそういう悪いコメントを打ってはいけません。レイプされても産んだ方がいいんですか。レイプされても産んだ方がいいんです。しかし男性が本当に無責任ですね。男性が本当に無責任です。これでちょっと暑いのでこれでちょっとやってみます。この放送でヨッサの口調が優しくなってきてる気がした。女性が弱い鬱だと気づいた。守ってあげたい。クリスチャンになって愛のある世界になってほしい。他人の心のドアを無理やりこじ開けるのをやめました。これ大事ですよ。とても大事です。他人の心のドアを無理やりこじ開けてはいけません。それはもう暴力ですね。暴力です。それはやめましょう。慰安婦の方々の気持ちが分かりました。私たちは慰安婦の方々の気持ちを理解する必要があります。どれほど、苦しかったか、どれほど悲しかったか、その被害者の気持ちを理解する必要があります。被害者の気持ちを理解する、それが愛だと思います。ネットに氾濫するいかがわしい動画をどうにかしたいと思った。この放送を見てたらなんか涙が止まらへん。かぼちゃの祭りやめました。ハロウィンやめましょうね。ハロウィンは良くないからね。ハロウィンやめましょう。慰安婦の皆さんが癒されるように毎日祈っています。ナンパも最低だと気づいた。女性に謝りたい。そうなんですよ皆さん。もう若い人はですね、ナンパするのは当たり前だと思ってる人がいますけど、とんでもないことなんですね。とんでもありません。もう本当にそれは無責任もいいところですね。無責任もいいところです。もうナンパすること自体恥ずかしいことだと理解しましょう。私たちは神の子供を目指します。エイジさん、アメン。ハロウィンはですね、悪魔的なんですね。悪魔的なお祭りですから、だからしない方がいいんです。悪霊的なものに関わらない方がいいんですね。悪霊的なことに関わらないようにしましょう。合コンも最低だと思った。合コンも最低だと思った。俗風は必要ないと思った。もう利用しない。アメン。僕も女性に声をかけてしまった。罪を悔い改めます。アメン。
USS さん、それは良くないですよ。ナンパ出会いの一つ、それはもうとんでもないことですよ。とんでもないことです。女性との恋愛は悪だと思った。飲む、打つ、買う。今は寝る。祈る、寝る、祈る。キューちゃん、真実の歴史認識を教えてくれてありがとう。女性に告白してしまった。恋は罪だと気づいた。アメン。女性を性的な目で見ないようにしようと思った。アメン。女性が恋愛対象だった。反省します。この放送を見た妹が結婚寸前で破談し、新婚結婚への道へ行きました。アメン。麻生牧師、十字架を見せてくださいませんか。はい、十字架です。なぜ私が男性代表できるんだ。いや、誰がやってもいいんですよ。誰がやってもいいんです。あとでちょっと話しましょうね。女性に興味津々だった。しかし今はイエス様に恋をしています。今日はうさんくさいと思っていたけど、女性のことを本当に考えてる牧師な。いえ、クリスチャンが代表すべきだと思います。アメン。今夜の放送で男性は罪深い生き物なんだと分かった。クリスチャンの結婚相談所 OK ですか。ちょっとね、やっぱりクリスチャン同士の結婚はいいんですが、やっぱり成熟したクリスチャンでないとダメという感じでしょうかね。そしてやっぱりカリスマ的がいいですね。カリスマ的がいいです。大学の性生活は乱れているので布教を広めたいと思った。女性への愛は実は性欲だと悟った。神の愛こそ本物だ。アメン。旧日本軍の性欲は異常だと思う。
家族が一番大事だと思っていた。しかしイエス様こそが一番大事だと分かった。統一教会の合同結婚は女性を不当に扱っている。女性を不当に扱っている。あなたのその笑顔の裏に何かが潜んでいるの笑顔の裏に何かが潜んでいる。弱いものを大切にするっていいですね。イエス様は弱いものの味方です。イエス様は弱いものの味方です。悪魔は、弱いものの敵です。悪魔は弱いものを、いじめます。しかしイエス様は弱いものの味方です。クリスチャンも弱いものの味方です。クリスチャンも弱いものの味方にならなければなりません。 ありがとうございます。旧牧師の親知らずの痛みが治るように祈ります。ゆいさん、ありがとうございます。前は犬を叩いてしつけしていた。今は優しく注意することにしました。アメン。アメン。韓国人男性を代表してベトナム人女性に謝罪したいです。アメン。アメン。今日もこの放送で涙があふれ潤った飼い猫に暴力を与えていた。深く反省。やっぱりやっぱりやっぱり救いってあるんだね。優しさのある神の国はいいですね。誰だって優しくされたいと思いました。明日の礼拝が楽しみで寝れそうにないので起きておきます。お金持ちは美人と結婚できてうらやましいと思っていたけど今は全然羨ましくない。アメン。アメン。生きてることは素晴らしいと思った。 AKB 総選挙は女性に優劣をつける悪魔のイベントだと分かった。6年間見続けたので Q のアップに耐えられるようになった日曜に LTL に行くとカップ麺食べれます。イエス様を信じると本当にいいことだらけですね。
はい、明石ありがとうございました。ありがとうございました。きっぱりときっぱりときっぱりと女性差別をやめた。こんなガチな牧師がいたことをイエス様に感謝します。うなちゃんマンを救ってください。まだ私ね、どうされたかちょっと知らないんですね。ミスインターナショナルは女性蔑視だと気がついた。野球選手はアナウンサーと結婚できて羨ましいと思って野球してたけどやめました。目を見せてください。目を見せてください。女性を格付けしてた。とんでもないことだと分かった。はい、コメントが来てます。キューちゃんこんばんは。今日のテーマは女性の方々ごめんなさいというテーマですが、私もとても反省しています。以前は毎日のように AV を見ていました。でも旧牧師の放送を見るようになってから AV はいけないことだと気づくことができ、 AV を見るために買ったパソコンは今でもこの放送を見るために使っています。私たち男性は毎日変態なことを考えてしまったり、電車の中で痴漢をしてしまったりしますが、そのような行動を起こしてしまう原因に子供の時に見る肉的なアニメの影響は大きいと思います。例えば遊戯王に登場するまさきアンズというキャラクターはとてもグラマラスに描かれて、子供が見るアニメとしてはふさわしくないものと感じます。またポケモンでは男2人と女性1人の3人で長旅をしていることに対して何かいけないことが起こるような気がして気が気ではありません。今日の放送で私たち男性は女性に対して謝罪し罪を悔い改めなくてはいけないと思いました。アメン、アメン。まさにその通りですね。まさに、その通りです。はい、それではですね、ありがとうございました。それでは、ファイナルメッセージいきましょうね。ファイナルメッセージ、ファイナルメッセージ、イエス様の教えで、皆さんイエス様の教えで人間の罪が見えてくるんです。人間の罪が見えてきます。皆さん、人間の罪って何ですか？人間の罪っていうのは神様に逆らう、悪魔の心みたいな、ね、悪魔の心。皆さん、私たちは生まれながらにしてそういう悪魔の心を持った悪魔の子だったんですね。世の中の人はそういう悪いことをするのが当たり前のように思っています。みんながしてるんだからいいじゃないか、ね、そんなの当然じゃないか、悪いことをするのが当然じゃないかと、みんな思っています。しかし私たちはイエス様を知って、その罪というものがいかに重いのか、罪というのがいかに神様に対して良くないのか、その罪の結果、永遠の刑罰、永遠の苦しみに遭うべきものだということに気づきました。みんながやってるからいいということではなく、
神様に対する罪はあくまでも大きな罪、その罪を許すために、取り除くためにイエス様が十字架にかかって死んでくださった。罪というのはまさにイエス様を十字架にかけるようなもの、そして結局は弱い者いじめをする卑怯な生き方なんです。悪魔の心なんです。皆さん、それは神様を喜ばせず神様を怒らせます。私たちは罪を理解しなければいけません。罪というのがいかに良くないことなのか、軽く考えてはいけないんですね。罪ということを重く考える必要があります。しかし私たちはその、罪で人を責めたり、罪で自分を責めたりするのではなく、その罪を深く悔い改め、イエス様に許してもらう、イエス様に清めてもらう必要があるんだという、十字架以外に罪というのは、解消しないんだ。十字架のイエス様の血以外に罪は洗い清められないんだということを理解しなければなりません。私たちは自分の罪を認識し、よく見てイエス様に悔い改めます。イエス様、私の汚れた心を許してください。皆さん、イエス様は私たちの心を清めたいのです。そしてイエス様はそのようにイエス・キリストを信じる者、祈る者に私たちの心を清めてくれます。私たちの心を洗ってくれます。皆さん、罪はいかに人をひどくするのか、罪がいかに人を悲しませるか、苦しみを与えるのか、本当に忌まわしいことなんです。男性は、女性を本当に軽く考えます。もう、女性がどうなっても関係ない、もう自分の性欲を満たせばもう女性がどうなろうと関係ない、とんでもない自己中です。どれほど女性が傷つき、どれほど迷惑をかけるか、私たちは女性の苦しみを理解する必要があります。この世は忌まわしいのです。この世は本当に悪魔の世界なんです。私たちはその被害者の気持ちを理解する必要があるんです。その、女性を苦しめるのではなく、むしろ女性を守り、女性を理解し、女性を助けてあげる、イエス様の心を持たなければならないんです。男性の方々、悪魔の心を捨ててイエス様の心を持ちましょう。イエス様の心を持つのです。神の心を持つのです。悪魔の心を捨てて神様の心を持つべきなんです。一人でも悔い改めて天国に行ってほしいのです。悪魔の心を持っていれば地獄に行くのです。イエス様の心を持てば天国に行けるんです。皆さん、自分の心はどっちの心ですか？性欲で女性を見るような悪魔の心ですか？それともイエス様の愛で女性を見る神の心ですか？
姉さんの心はどっちですか。姉さんの心はどっちですか。姉さんの心はどっちですか。悪魔の心ですか。イエス様の心ですか。姉さんが一人一人が悔い改め、一人一人が神の心を持って歩んでください。神の子として歩んでください。姉さんが世の光として、世の光として神様の御心を行う、そのようなものとして歩んでほしいのです。皆さんが模範となってほしいのです。ゆいさん、イエス様の心です。アメン、アメン。皆さんが、皆さんが神様の心を持って歩んでほしいのです。もしも私たち私が自分の罪を言い表すのは神真実で正しい方ですから、その罪を許し、すべての悪から私たちの心を持って正しく歩むことができるです。イエスを信じ、今からでも遅くありません。悔い改めて女性を愛する男性になりましょう。女性を守る男性になりましょう。今日の放送を聞いてイエス様を信じて、女性を性欲で見るのではなく、女性をイエス様の愛で守りたい、イエス様の愛で愛したいと思う人、アメンと言ってください。悔い改めて、悔い改めて、これからは女性を、女性をひどい目に遭わすような思いではなくて、女性を敬うような生き方をしようと決心する人、アメンと言ってください。アメン、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 アメン。天のお父様、感謝します。この世は本当に罪に満ち、憐れみがなく無慈悲の世界です。しかしその世界にイエス様が来てくれました。イエス様が十字架で神の愛を示してくれました。今アメンと言った方々が十字架の愛を受けて、十字架の愛を受けて女性を愛するものとなりますように、その神の愛で、神の愛で隣人を愛し、そして、本当に、神の愛をこの世に表す、世の光となりますように。アーメンといった方々がの罪が許され、神の愛を与えられますように。イエス様、どうぞこの世を清めてください。クリスチャンが世の光、地の塩です。クリスチャンが神の愛を表し、世の中が明るくなりますように。暗い世の中ではなく明るい世の中となりますように。クリスチャンの良い行いがこの世に照らされますように。クリスチャンが模範を見せますように。どうぞ今アーメンと言った方々がこれから素晴らしいジェントルマンとして、素晴らしいジェントルマンとして日本を変えていくことができますように。祝福してください。リスナーを祝福してください。リスナーを祝福してください。兄弟姉妹を祝福してください。イエス様、あなたの栄光が表されますように、日本に表されますように。イエス様、どうぞ日本を救ってください。
日本を救ってください、リバイバルを与えてください、イエス様の御名によってお祈りします。アーメン、アーメン、アーメン、アーメン。皆さんありがとうございました。明日の礼拝来てくださいね。朝10時です。朝10時。